ちょコンディションがあまり恵まれてなかったので、もう順位をだけをとりあえず狙って、最初は余裕を持って真後ろで集団についていって、やっぱ 3000m 以降がやっぱ勝負だと思ってたんで、そこを 3000m から徐々にペースアップして、まもなく残り 100m、 先頭佐藤圭太、駒澤大学。佐藤が逃げ切りそうだ。佐藤先頭でフィニッシュ。ラストはまあしっかりまあトップを取ることができて良かったなと思います。まあ自己ベストが13分22なので、まあ正直あまり満足はまあしなくて、まあ今シーズン13分15ぐらいは攻めて出したいなと思ってるんで、もう記録が狙える機会があれば、まあ13分15を一つの目標にして頑張っていきたいなと思います。まあ栄養の面でいろいろとサポートしていただいたりとか、その周りがトップアスリート、その短距離選手がばっかりいて、そのいろいろと交流をしていって、本当にいろんな刺激をもらえてますし、まあ自分はまだまだ競技者として甘いところがあるので、そういったところを直していく、直して攻め直す機会出るなと思います。まあ自分もまあ柳田君のように、まあ彼はすごい本当に今はもう世界で活躍している選手なので、まあ自分もまあ同じ。まあ、学年なのでしっかり彼のように世界で、まあ、勝負できる選手になっていきたいなと思っています。